賢治です。そしてこれは今から3時間後の僕の姿かもしれない。なんで僕は自殺をしたかったのか分かりません。いろんな本が死は結構くつろぎだって言うんだけど、信じますか？ちょっと昼寝してリフレッシュして次の人生で目を覚ます。そんな感じです。もう新しいものに追いつこうとしなくていい。世の中のペースに合わせなくてもいい。 E メールともおさらば、電話も無視。さようなら。さようなら。สวัสดีหรือลาก่อน。ใจมารักกัน